2号艇高田ひかるです。1日遅れの誕生日祝いを目指して本日は2回乗りとなります。第1レース予選競争、人気は1番倉持から4番大山、2番高田へ。コースポジション 1-2-3 ダッシュ456です。スタートを切りました。2コースポスタート、2号艇の高田ひかる、早速インの1号艇を叩いていきました。2号艇高田が先まくりの形、2段で握っていく3号艇五反田ですが、これは届きませんでした。2コースまくり、2号艇高田トップ、スタートは前提正常でした。2番手争いですが、外3号艇五反田、内から接近6号艇の長島、6号艇3号艇並びまして、その直後5号艇1号艇、ラストは4号艇となっています。レース最終2枠、2号艇の高田から突っ込んでいく1号艇、そのうち5号艇、6号艇ですが、これは触ることができませんでした。艇がジャンプしています。トップ2号艇高田、その後ろですが1号艇の倉持が上がりまして、3番手争い、3号艇5号艇並んでいます。現在は5号艇西村の方が安定心ぐらい覗いていますが、後ろにある3号艇五段だ。2周1枠3番手争い、3号艇が5号艇を牽制して回りますが、ターンが大きく流れている、内コンパクトに4号艇、サリー6号艇となっています。さあ、ここは展開がありました。4号艇の大山千尋、うまく3番手浮上となっていきまして、2周バック側上位2番1番4番ですが、その一定心半後方6号艇、さらには5号艇3号艇もいます。2周2枠3番手争い、6号艇5号艇どどど殺到、4号艇は少しハンドル遅れました。さらに最後から3号艇5段でも迫りまして、ちょっと3号艇4号艇もつれがありました。さあ、このもつれがありました関係で、3番手今度は単独6号艇の長島となっております。3周1マークへ、トップ2号艇高田、続いて1号艇の倉持、3番手争いから6号艇の長島がターンしていきまして、追いすがる5号艇4号艇ですが、少し引き離されてしまいました。3周バック側上位2番、1番、6番、残り半周通過、その後ろ5号艇西村、4号艇大山、ラスト3号艇の五反田となっています。ラストコーナーです。好スタートを決めました。2号艇高田光る、1日遅れのハッピーバースデーとなっていきそうです。上位2番、1番、6番でゴールです。1番高田降臨、1番倉持降臨、6番長島降臨、後ろ5番、4番、ラスト3番の順で降臨。以上、第1レース予選競争でした。6レースの予選競争はほぼ枠番中の人気となっていました。1番2番3番ダッシュ、4番6番5番です。スタートを切りました。3コースから好スタート、スピードが乗っています。3号艇高田光る、内に手叩いていくでしょうか。1号艇抵抗できません。3号艇高田まくり切って4号艇ですが、前をカットされました。3号艇高田光る、3コースからのまくりを決めて今日連勝に向けて先頭です。スタートは前提正常でした。これを追って4号艇松本2番手、3番手争いですが5号艇2号艇サイドバイサイド、後ろ6号艇山川と1号艇平田となっています。レースは1周2マークへ、3号艇の高田から4号艇の松本が続いていきます。その間5号艇若干流れています。6号艇さらには1号艇あたり追っていきますが、現在3番手は5号艇の向井がリードしています。2周回目入っていきました。現在上位は3番4番5番です。2周1マークへ、リードを取りました。3号艇の高田光、続いて4号艇松本明恵、5号艇ですが波に乗って6号艇が小さく回って山川美幸、絶妙のターンです。6号艇山川美幸、昨日も道中でうまいさばきを見せていたんですけれども、この3番で逆転しています。2周バックが上位3番4番6番、その後ろ5番1番2番が追走です。2周2マーク、3号艇高田、4号艇松本、3番手6号艇の山川が5号艇を牽制して回っていきました。6号艇の山川が3番手をキープしています。レースは最終周回目に入っていきました。スピードを乗った好スタートでした。3号艇高田光、あっという間に内に手叩いていってのまくりで現在トップ、続いて4号艇松本明恵、3番手6号艇の山川美幸、全速で迫っていく1号艇平田なんですが、まだ前までは3停進から4停進ぐらいあります。現在3周バック側、3番手争い、6号艇1号艇定冠はやはり3停進から4停進です。ラストコーナーを迎えます。2日目連勝ゴール見えてまいりました。3号艇高田光、続いて4号艇松本明恵、3番手6号艇の山川美幸キープしました。上位3番4番6番でゴールです。先頭3番高田降臨、4番松本降臨、6番山川降臨、後ろ1番5番、ラスト2番の順で降臨。以上、第6レース予選競争でした。